どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということで今日もやっていくんですけどね、今日はね、ちょっとね、思ったより強いぞっていうね、高校をね、ちょっとね、選抜、ちょっとね、紹介していこうかなということで、これね、選抜ね、出場校ね、もう決まって、まあね、名前のある高校がね、いっぱいあると思います。大阪桐蔭やら、報徳やら、関東一高に、星稜にね、敦賀気比、ものすごいね、名前の強いね、チームがいっぱいある中、これ、名前弱いけど、こいつら意外とやるよっていうね、これ中身見たら意外とこいつら今年やるでっていうね、チームを、紹介したいなということで、これをね、皆さんね、まあ多分ね、更新見終わった後に、あ、メッセージが言っとったことはほんまやったんやって、ね、なるんで、ちょっとね、そのね、まず、5校をね、ピックアップしてきました。そのね、5校ってのはね、どこやねんっていうと、こいつら思ったよりやる、ゾランキング。ランキングとかじゃなくて、まあ、その5チームね、紹介しますね。まずはね、耐久高校ね。これがね、和歌山の高校で、まあ、それね、とりあえず5校全部言いますね。ほんで、別海、田辺、ほんで、阿南光、ほんで、熊本ね、国分ですね。ほんで、そのね、なんでね、こいつらね、なかなかやるのかっていうね、話をね、ちょっとね、していこうかなということで、なかなかやるなというかね、選抜で意外とね、ダークホース的、勝ち進みそうな、ランキング、名前のないチームやけど意外と強いチームっていうことでね。まずこれ、耐久高校っていうのは、どこやねんっていうとね、和歌山代表なんですよ。ほんでね、この耐久がね、なんで強いのかって言われるとね、まあ、簡単に言いますと、ほんまにね、しっかりしたチームに勝ってきてるんですよね。須磨翔風ってね、今年ね、めちゃくちゃね、注目されたチームにも勝ってますし、やっぱりね、こうね、ボロ負けをしてないんですよ。もうほぼ全く。で、このピッチャーがね、変に打ちにくいんで、京都外大西のね、決勝まで、近畿大会決勝まで行ったチームに対して1点しか取られてませんから。で、京都外大西ってこうね、バントとかでしっかり点数を取っていくチームなんで、そのしっかりしたチームに対して1点しか取られてないっていうのがすごいあれで、ほんで、須磨翔風に4対1でね、社高校っていうね、結構足とか絡めるなんか、いやらしい野球をするチームに対してはね、5対4で勝ってますから、ほんまにね、和歌山東にも5対0でも勝ってますし、なかなかね、この耐久高校のピッチャーがね、やっぱその強豪校相手にね、なかなか打てないね、ちょっと癖玉のピッチャーなんですよ。だからこれはね、選抜かき回すこと間違いなしと。で、阿南光はね、ほんまにね、ピッチャーが140後半で、徳島県あるあるなんですけど、ピッチャーだけバリーみたいな、それのね、まさに典型的な、チームやと思います。だから、名前的にね、もう早く負けるやろって思いつつ、ピッチャーがいいんで、なかなかね、しぶとい、感じになるのかなと思います。ほんでね、熊本国分も、熊本県って全然ね、野球がね、ここ最近ね、そのパッとしなかったんですけど、なかなかね、この酒井選手って、このエースの子と、これまあダブルエースなんですけど、このダブルエースがね、なかなかいいんで、名前的にはね、そんなにね、こう強いってなってないんですけど、実際に、ね、神宮にも出て、ほんで関東一高っていうね、大阪桐蔭を倒したところに6対2で、負けてますけど、まあ実力で言うとね、申し分ないと。明豊にもね、神村にもね、勝ってますから、九州学院にも勝ってますし、なんかこう、ちょっとね、熊本県でね、初出場やのに、なかなかこうね、こいつらやるんちゃうんかってね、思ってしまう、期待できる高校ですね。ほんで、別海高校ね、もう一個のね、アカウントの方でね、紹介したんですけど、やっぱりね、21世紀枠なんですよ。でも21世紀枠なんですけど、またね、このピッチャーがね、面白くて、なんかね、投げ方がね、ほんまにね、なんか、言い方悪く言えば終わってるんですよ。ほんで、言い方よく言えば、ものすごい変則なんですよ。だからめちゃくちゃ打ちにくいんですよね。ほんでね、やっぱこうね、タイミングも取りづらいですし、やっぱこう、初見殺しなのかなと思います。実際ね、まあ、北海にはね、6対1で負けてるんですけど、これね、地内って書いてね、尻打ちって読むらしいですね。尻打ち高校に、4対3で勝ってますし、苫小牧にも4対3で勝ってますし、こういうね、強豪校がほんまに、ハマってしまうチームなんですよ。やっぱりね、こういうね、長身のね、タイミング取りづらいサイドって、
なんかこう、ジャストミートがしにくいんですよね。それはなんでやねんっていうと、やっぱね、出どころが見えにくいですし、ほんでね、シュート回転ですし、で、思ったより球来てますし、だからね、そういうね、ピッチャーなんで、でこれがね、もうすごい綺麗なまっすぐとかね、ホールピッチャーやったらね、絶対勝ててないと思うんで、こういうね、癖玉をね、屈してるんで、この別海高校はね、意外と、まあ、こういうね、21世紀枠ってね、乗りに乗ったらね、えぐいんで、バッター陣もね、こういう、なんていうんですかね、しっかり工夫してね、打っていけばね、まあ、その、明らかにね、154とかね、大阪大のピッチャーとかがね、後編限りはね、なかなかね、勝っていくのかなと。ほんで、最後にこれね、田辺高校なんですよね。この田辺高校っていうのがね、意外とね、あんまりね、まあ、注目されてないっていう言い方はおかしいですけど、もう全然ね、みんなね、多分ね、偵察もあんましないようなぐらいね、スルーなんですけど、ここのね、すごいところっていうのは、ね、一和歌と智弁和歌山に勝ってるんですよね。ほんでね、やっぱりね、この智弁和歌山と一和歌に勝ってるっていうのがすごいんですけど、そこに、どこに負けてんって言ったらね、耐久なんですよね。その智弁和歌山と、一応他に勝ったチームに勝ったのが耐久っていうので、まだ、ね、耐久の株も上がりますし、ほんでね、そんなお前和歌山で、まあ、いわば、1個2個ね、こういう一和歌とか智弁和歌山を、まあ、こかす野球ってあるじゃないですか、緩い球掘って、こかしただけやろって思われがちなんですけど、実際ね、近畿大会行くとね、京都国際に3対2ですから、今年京都国際ね、強いって言われてます。そこに3対2ですから、なかなかね、実際にほんまに説得力のあるチームかなと思います。これ部員めっちゃ少ない。2、4、6、8、12、14、16、17人しかね、多分ね、メインチにいないんかな。よくわかんないですけど、人数もね、少ない中、しっかりね、試合見とっても、ほんまに野球をきっちりやっていくチームなんで、だからこれね、低反発バットになればなるほど、打力はね、ほんまにちょっとね、あんま言い方悪いですけど、ほんまに繋がったらいいんですけど、なかなかね、個々で言うとね、いいってね、言えるね、バッターはいないんですけど、やっぱりこの、なんか公立あるある、県立あるあるなんですけども、当たり出したら止まらないみたいな。だからね、甲子園ね、そのモードになってくると、これね、田辺高校ね、ちょっと、相手からすると嫌なチームかなと思います。やっぱピッチャーがね、結構ね、なんか、癖のあるね、ピッチャーなんで、だからこのピッチャーをどう打ち崩していくのかが、まあ、鍵になるのかなと。まあ、これがね、選抜、意外と、皆さんが思ってる以上に、強力な、5チームを挙げました。皆さんが思う、ここも名前そんないけど強いよっていうチームがあれば、ぜひコメント欄に。それじゃあ、お疲れ。